キャンペーンステッカーが貼られた JR 北海道721系電車震災復興推進キャンペーンのステッカーを調布した E3 系と、青森デスティネーションキャンペーンのステッカーを調布した E2 系デスティネーションキャンペーンとは、北海道旅客鉄道、東日本旅客鉄道、東海旅客鉄道、西日本旅客鉄道、四国旅客鉄道、九州旅客鉄道の JR グループ旅客6社と指定された自治体、地元の観光事業者等が共同で実施する大型観光キャンペーンのこと。デスティネーション=デスティネーションとキャンペーン=キャンペーンの合成語 DC、デスキャンと略される例が見られる。1978年11月から当時の日本国有鉄道と和歌山県が共同で実施したきらめく紀州路キャンペーンがそもそもの始まりである。2008年10月から3ヶ月間開催された仙台、宮城デスティネーションキャンペーンにおいてそのちょうど1年前の2007年10月から3ヶ月間プレ DC が初めて開催された。プレ DC でも観光客増が見られたことから、その後の DC でも本 DC の1年前に予行演習も兼ねて、プレ DC を開催する例が見られるようになった。ありがとうございます。